今回は、この右側ですね、このブリーチの塗布中に、こうパーマを巻くという、ただただやってみたかったこの禁断の実験、これがブリーチもパーマも綺麗にかかっていたら大成功。この左のブリーチ塗布後に、パーマをするという、そういうことをやっていきます。一応この検証として、左側はちゃんとブリーチして、ちゃんと放置して、ちゃんと流してからパーマしてます。でも、この今回の問題の右側、多分今までやった人はいないじゃないですか。ブリーチ塗って、その塗った後に、ロットを巻くという。この黒手袋したままロットを巻くという。でもこのブリーチ塗ってあるんで、めちゃくちゃパーマ巻きやすいんですよ。なぜか。それはちょっと発見でしたね。でも、コーミングしたらブリーチが取れるという、結構ちょっと大変でしたけど。で、一応、左はブリーチと自然で30分放置ぐらいしてるんですかね。で、右は、ブリーチした後にもうすぐ、ロット巻きにかかるという感じですね。今やってる感じで。でももう、ロットとかゴムとかもうブリーチまみれになるんですけど、それは我慢して。これで綺麗にブリーチ入って綺麗にパーマできたらいい感じ、良くないですか？もう現実的かどうかわかんないとして、左はやっぱロット巻いてパーマするとパーマする部分だけ明度が上がっちゃうとは思うんですよね。右はどうかも全然未知の世界なんで、ということでこれで、右も左も同じウィッグができたら右は時短になるということですし、まあ、ブリーチだからできますね。これ染料が入ってるおしゃれ染めとかやったら、多分染料が入らないとかになるんで、無理なんですけど、ブリーチだけに限った、実験ですね。右はこう、ブリーチ剤かかってる状態で、パーマ液を塗布するという。パーマ液塗布ですね。ということで、結果です。まずはこれドライ状態。左がちゃんとしたやつ。右が、楽して、放置中にパーマをしたやつですね。一応このスタイルは、見てないです。明度とパーマのかかり具合なんで、このスタイルダサいとかは何も気にしないでください。で、これ右ね。一切かかってないという。ちょっとぐらいかかってもいいやろうと思ったんですけど、一切かかってないです、ね。なぜか。左は左でパーマかけたところだけ、もう痛みすぎて、明度だいぶ上がってますね。これ後でまたわかりやすくまとめるんで。で、なんか全体的な刈り上げ部分とかの明度を見ても、左の方が明度上がってるんで、右はパーマだけじゃなくブリーチもちょっと弱い反応になってるという。なぜか。はい。ってことで次、ウェット状態。濡らしたらどうなるかなと思って。で、まあ濡らしても、まあ、基本同じ。で、濡らしたらちょっとパーマ出るかなと思って、右は。ほんまに、若干ですね、右。ちょっとウェーブしてるみたいな。もう、パーマもめちゃくちゃ弱いし、ブリーチも、なんもなしで普通に染めた時よりも薄い。もう、全然ダメ。二つ、一緒なことをやろうとしたら一つもいいことできないという。ということで、まとめ。このブリーチして、ちゃんと放置して、ちゃんと流して、ちゃんとパーマする。VS、ブリーチして、放置中にパーマをするという。この対決です。対決というか実験ですが、左はブリーチ1回、パーマ1回、そのまま普通にね、出るんですけど、パーマの部分、パーマした部分だけやっぱダメージでトーンアップしてましたね。はい。
この上、ここら辺と、まあ、ここら辺の明度が全然違うっていうのと、右はもうパーマはほとんど変わらない。で、ブリーチも、ブリーチだけの時より若干暗い。もう全然ダメですね。楽はせずに、一個一個しっかりやっていきます。はい、ということでありがとうございました。知りたい情報とか、さらにやってほしい、検証動画があれば、コメントをお願いします。はい、高評価とチャンネル登録お願いします。